今日は日中37度を超えましたが、気温がね急激に下がって、今7時ちょっと前なんだけど、もう30度を切りました。いつもよりちょっとね涼しい感じがします。翔くんは昨日お風呂に入りました。おーい、2日でーす。また来たね、公園ね。今日はね、35度まで行ったんだけど、今は29.何度。でも蒸し暑いんだよね。さあ、スイカね、ちょっと待って。開けるね、ちょっと待って。スイカ食べる気満々じゃん。ちょっと待って。はーい。ちょっと待って。はいか。あ。はい。でかい口。おいしいね。おいしいお顔してますね。いいですね。今日ね、そうそう、マグロの山かけランチの撮影したんだけどね、ちょっと残したんだよね。暑いからしょうがないか。でもスイカはこんな食べるのよ。大丈夫？おいしいよね。なんか笑ってる？笑ってるよね。嬉しいんだ。嬉しいんだ。来た来た来た。危ない。翔くん寝てたから買い物行ったんだけど、帰ってきたらねちょっと吐いちゃってたんだよね。台風の気圧の影響もあるのかもしれないです。今日はこれからね雨予報なんで、今気温が30度ぐらいだから、お昼過ぎなんだけれども急いで公園に来ましたけど、もうパラパラ降り始めちゃってね、ゆっくりできないけどね、クッキー吸って帰りましょう。頑張れ。つらい？つらいの？しょうちゃん、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 今ね、行くから待ってて。もうちょっと落ち着いてね。
どうしちゃったの？気圧か？大丈夫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 ね。吐き気止めと、ちょっとねやっぱ血栓予防のお注射をしてもらって、あんなにね興奮してたのがね収まってね、ようやく落ち着いて今寝ています。脳梗塞の時とはなんか違うような感じがして、ちょっとね血液検査をね久しぶりにしてもらったんだけどね、なんかすごく悪くなってしまってましたね。ちょっとこれ映るかな。まずね、リパーゼなんだけれども、これがね881もあるのね。それであとは肝臓、GPT がねなんと1460になっちゃったのね。あとは、BUN 尿素窒素ね、これ腎臓、これが、117、これではねだいぶきついでしょうというお話でした。でちょっとねしばらく毎日保育にね通うことに、しました。まあ、何が原因っていうのもね、かなりのご高齢なので、ただまあできるだけのことはねして、なるべくね、痛いとか苦しいとか辛いとかいうことがなければいいなと思って、最善を尽くしていきたいと思います。